旭川市は北海道北中部に位置し、上川総合振興局に属する市。上川盆地に広がる振興局所在地であり、札幌市に次ぐ北海道第二の人口を有する中核市である。旭川市中心部周辺の空中写真。2014年9月2日撮影の63枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北海道中央部に位置し、道北の経済、産業、文化の中心都市。国道や鉄道路線の周期点となり、高速道路が整備されているなど道内物流の拠点となっている。そして旭川空港には、東京、名古屋、大阪などへ直行便が就航している。 国際会議観光都市に認定されており、年間500万人以上の観光入り込み客数がある。旭川市旭山動物園は、日本最北かつ全国有数の動物園になっている。また、旭川に、ゆかりのある文学者や芸術家も多く、市内各所に野外彫刻作品が置かれているほか、旭川家具をはじめとした、飛行業が盛んである。 ユネスコのデザイン都市に認定されている。一般に、朝日川の名が初めて登場したのは、明治23年9月20日の海村告知の時とされているが、実際にはその7ヶ月ほど前の明治23年2月9日付、北海道毎日新聞に掲載された以下の記事がある。この記事は、当時の北海道庁長官、長山武史郎の直属の部下である、 岡部邦法育が会見したもので、前年末に上川への離宮設置が山形ありとも内閣によって閣議決定されて以降、まだ存命すら決まっていない地の離宮の名称について語っている。現在確認できる資料としては、改村前に旭川の名が登場する唯一のものである。命名者の意図として、求将の意義を損しかつ大日本帝国等の意味に縁ありと明確にしており、 朝日川の名は、アイヌ語に由来する、日イコール、朝日の意と、大日本帝国の象徴としての、朝日の意を合わせ持つ名として命名されたことが読み取れる。ただ、朝日川海村を伝える同年9月23日付北海新聞記事などは、名の由来について、アイヌ語訳部分しか伝えていない。なお、記事中の中別とは、従前からのこの地域の故障で、岡部片大が語った。 アイヌ語源、チユプペトの医薬は、翌年発刊の長田法政、北海道エゾゴ地名会のチュプペツ校に記述された医薬とほとんど同じである。長田は、函館県で、北海道町の命を受けて、全道のアイヌ語地名を調査した当時の県医学者であるが、空地、上川、カバト三軍の調査は、同年3月であるはずの長田の医薬が2月の、 この時点で既でになされていたということは、この医薬が調査以前に創作されていた疑いがある。旭川の名の由来については、かなり以前からこの新聞記事の存在は、死守編集会議や、郷土史やなど、各方面で知られていたが、旭川市をはじめとしてその見解は、長年アイヌ語医薬のみに固定化しており、地名とは直接関係のない中別川語言説が、 諸説として混同されるなど主事誤解が多い。旭川市は北海道内最大の盆地となる上川盆地にあり、石狩川、宇守別川、中別川、美英川などの河川合流部に位置している。西部に、幌内山地、手塩山地、嵐山丘陵が南北に連なっており、石狩川は幌内山地を侵食して、カムイ大渓谷を形成している。 大雪山系では、エゾナキウサギ、キタキツネ、エゾリスなどの動物が見られる。カムイコタイ渓谷の編成岩として、日本の地質百選に選定されている。地方区部にピップ丘陵、市東部に米藩山地が分布している。都市省山には、日本最大級の片栗群落がある。山地河川湖城浅木川市は、上川盆地に位置していることから、 典型的な内陸性気候になっている。気温の年角差が50度以上あるため寒暖の差が大きいことが特徴であり、1902年1月25日に日本の気象干渉での観測史上最低気温となるマイナス41.0度を記録、1989年8月7日には旭川観測史上最高気温となる36.0度を記録している。 降水量は年間1000ミリメートル程度となっている。降雪量は市内各地区によって違いがあり、ただ地区や春光大地区では朝日川気象台観測より約30%増の降雪量を観測する。降雪量の平年値は北海道口でくっちゃん町、岩見沢市に次ぐ数値を記録しているが、ドカ雪が比較的 少ないため最新積雪はあまり大きくならない。1年間に雪の降る日数は143.8日は日本国内で最も多い。春は移動性高気圧に覆われる日が多く穏やかな天気の日が続くが寒さが残る。夏になるとオホーツク海高気圧の影響により肌寒い日もあるが梅雨前線の北上と太平洋高気圧の勢力が強まることにより 気温も上昇する。時折、雷を伴った強い雨が降ることもある。秋は低気圧や前線が北海道付近を通るため、天気は周期的に変わる。昼と夜の気温の差が大きくなり、明け方頃に晴れていると放射冷却現象により、大きく気温が下がって、霜が降りたり水たまりに氷が張ることもある。冬は、シベリア高気圧の勢力が強まり、 オホーツク海に低気圧が進んで、等圧線が南北に走る、西高東低の冬型の気圧配置となる。近年、旭川市街地でもヒートアイランド現象の傾向があると考えられており、市街地の平均気温が30年間で1.1度上昇している。一方、郊外にある高単別地域の冬季は厳しい寒さの日が続く。 結編の気候区分では艦隊湿潤気候に属す。札幌市に次ぐ北海道内第2の人口規模を持つ都市であり、東北地方を含めても仙台市、岩き市に次ぐ人口を持つ都市である。昭和に入り数回にわたる周辺町村との合併や都市部への人口集中により1985年頃まで人口増加傾向が続いてきたが、横ばいとなった後2000年から 減少数制となっている。近年は都市圏人口はそこまで減っていないにもかかわらず、東神楽町や東川町といった隣接する町がベッドタウンとして人口増加を見せているため、地域人口の減少はペースを上げている。消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。旭川市の概要 歩ユミ参照役所市長、日本歴代市長参照市民検証、都市宣言市民検証私たちは、旭川市の市民であることに誇りと責任を感じ、この検証を掲げて、より良い旭川を作ることに努めましょう。昭和35年9月20日制定都市宣言市、議会、旭川市議会のページ参照道議会、旭川市単独で一つの選挙区を有し、定数は6人。 衆議院内閣府総務省法務省財務省構成、労働省農林水産省国土交通省、防衛省、独立行政法人地方独立行政法人特殊、法人等周廃郵便局単位区間、公園施設海外国内旭川市は第2本、帝国陸軍第7師団が移駐した影響により、経済や産業基盤が成立していき、農業をはじめ食料品、紙、 パルプなどの製造業を基幹産業とし、地理的条件により北た北海道の商業、物流の拠点になっている。また、医療、教育、文化などの都市機能が集積している。産業別の就業者では、第三次産業に従事している割合が、全体の約80%と最も高く、製造品出荷額等では、食料品製造業の割合が最も高くなっている。 旭川市は多くの河川が市内を流れて大雪山系の雪解け水や伏流水の恩恵を受けているため様々な産業で水資源を有効活用している水道作付け面積と収穫量ランキングは北海道内で共に岩見沢市に次ぐ2位となっておりそばの作付け面積は北海道内で幌加内町深川市に次ぐ3位となっているまた 豊富な水資源と良質な米によって酒造りが行われているほか、旭川地域では家具や木材、木製品に関係する企業が集積している。ショッピングセンタースーパーマーケット、銀行共同組織金融機関証券会社50音順新聞社業界紙、フリーペーパー、映像制作会社など、通信社放送局電気電話ガス上下水道。 旭川駅大学旭川空港旭川駅、旭川高須 IC 料金所旭川北、IC 料金所旭川時はロータリー道の駅、旭川現存する旅客列車はすべて JR 北海道の路線である。毎時1本もしくは2本の頻度で特急列車が札幌旭川間を1時間半で結んでいる。かつてあった鉄道路線バス高速バス。 北海道運輸局による一般乗用旅客自動車運送事業の自動認可運賃等では北海道ビーチ区に区分。営業区域は旭川交通圏。市内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの大雪フラノルート大雪フラノトカチを結ぶ北海道ガーデン街道になっている。高速道路一般国道道,道都道府県道道の駅 旭川市内の指定、登録文化財、参照国指定国登録道指定市指定、旭川市西洋ランランキングで見る、旭川参照1990年から3年をきに、国際家具デザインフェア旭川を開催し、2000年から旭川彫刻フェスタも開催している。日本国内有数の米どころであり、郊外には大雪の山々を背景とした田園風景が広がっている。 大雪山連邦に源を発している、伏流水型を潤し、盆地ならではの寒暖の差が、米の美味しさを増している。さらに、冷涼な気候は、病害虫の発生が少ないので農薬の散布量も、比較的少なくて済む利点がある。1891年に、トンデン兵が入植した年から、酒作りが始まっており、1996年には、大雪チビールが誕生した。 高単別地域を中心に、蕎麦の栽培が盛んで、高単別蕎麦が有名である。旭川ラーメンは、北海道遺産、北海道のラーメンの一つであり、加水率の低い麺を使用している。粉をこねるときに加える水が少ないことでスープをよく、吸って、小麦の香りを感じる、歯触りの良い麺となる。米と同様に良い水に恵まれていることが、麺の要因となっている。また、 かつて養豚業が盛んであったことから塩ホルモン、豚ト,トロは、旭川が発祥の地とされている。ご当地グルメとしては主に、旭川やそらち地方で提供しているもつそば、おにぎりとホットドッグを足してにで割ったかのような純ドッグ、イカの足を片栗粉でまぶしてあげたゲソ丼、若鳥の半身を炭火などで素焼きした、新小焼きがある。菓子では、ち和大福梅や 強生聖火、山陽聖火、高橋聖火、壺屋総本店、ロバガシ市などがある。旭川家具は100年以上ある歴史の中で機能性やデザイン性に優れた家具作りをしており、日本国外の見本市にも出展している。名誉市民旭川志労者朝旭川志功検証、旭川市民栄誉賞旭川市文化賞旭川市、新人奨励賞栄誉をた,たえて、 旭川市特別表彰旭川観光大使、ふとじは旭川観光大使政治、行政、経済、軍事政治行政経済軍事学術、教育、文化学術教育文化芸能、ポピュラー音楽、マスコミ芸能ポピュラー音楽、マスコミスポーツ選手格闘技陸上競技球技、ウィンタースポーツその他旭川市、シンボルキャラクター、 アサッピー2010年の旭川市海村120年に合わせて誕生した。旭橋のベルトや旭川ラーメンのフリンジなど旭川の特徴を取り入れ、旭川のハッピーを願うキャラクターとなっている。政治、経済、軍事、社会活動学術、文化芸能、ポピュラー音楽、マスコミその他ロケーション撮影に関する窓口として、旭川地域、 フィルムコミッションを設立している行政産業観光ありがとうございます。